IHI 射精磁気 XF9 の情報をキャッチしました。今回は、この磁気 XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。F3 戦闘機開発は急がれるが、その次の F5 戦闘機開発は、純国産でできそうです。もしかすると、横浜のガンダムが動き出すかもしれませんね。今実験中です。防衛省が2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として開発を進めている次期戦闘機は2018年平成30年策定の31中規模で開発が決定され2020年令和2年三菱重工が開発主体となって三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになり、三菱重工業とスバルに、川崎重工業が、機体の開発を担当し、エンジンは、IHI が担当、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステムを、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当するなどして、200人超の体制で開発が進められていた。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアは、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画とイギリス、イタリア、スウェーデンが、共同開発を進めていた、BAE、システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表した2023年3月時点でスウェーデンは不参加。日本では次期戦闘機開発計画と同じく三菱重工が主契約者となって機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになり、イギリスは BAE システムズが機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.P.A. のイギリス法人が電子機器を担当し、イタリアからはレオナルド S.P.A. とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加することとなった。このプロジェクトによって、2024年頃までに各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始を目標として、2035年に初号機が配備される予定とされている。この次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意していて、共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費については、数千億円もの巨額な経費節減が可能になると見られている。そのエンジン開発の基本となる技術は、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた、将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン、XF9-1 である。ロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作には至っていないが、IHI が、独自に開発を進めた、XF9-1 は、純国産のジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入されて、性能試験が実施された。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求であるが、これは、このエンジンが搭載される次期戦闘機のステルス性能を向上させるために、ミサイルなどの兵装を、機体のウェポンベイに格納することや燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があり、大出力でありながらかつ、
スリムでコンパクトなエンジンを搭載することが求められたためである。このコンセプトは、テンペストもまた同様であり、両戦闘機のエンジンに関わる要件は、まだ統一されていないものの、両戦闘機とも、ステルス性能を高めることが求められるほか、大出力とするのは、推力を稼ぐだけではなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきとの考えに基づいている。IHI が提供する XF9-1 のプロトタイプのサイズは、アメリカ空軍の F-15、イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F-100、エンジンとほぼ同じサイズでありながら、推力は最大で15トンを発揮することが試験で確認されていて、これは米空軍の主力戦闘機である第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている同軸プラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力である。また F-119 とのサイズを比較すると、 F-119全長 5.16 メートル、直径が 1.168 メートルであるのに対して、XF9-1 は全長 4.8 メートル、直径1メートルであり、いかに XF9-1 がかなりコンパクトなサイズに仕上がっていることがわかる。この XF9-1 のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間で、驚きとして受け止められていて、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われている。XF9-1 は高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、セラミック、マトリックス、コムポジテス、CMC を使用することでエンジンの軽量化を図った。さらに、タービン部についても CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を用いることによって、少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力を発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテークダクトの流路断面積の低減やダクト長の短縮に貢献している。コア部分には高圧軸としてコンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸がある。そしてその後部にはアフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コア駆動ギアボックスには大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は 1800°C に達するとされ、この 1800°C という温度はニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンにおいては、この温度が高いほど、高性能なエンジンとされ、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスと言える。これには、ニッケルコバルト元の国産の溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC、セラミック元複合材料の使用、耐寒矯正コーティングが採用されたこと、さらには、ブレードの空気孔による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術の流用が大きく貢献している。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用のエンジンは、共に、アダプタイブ、サイクル、エンジン、アダプテイブ・サイクル・エンジンであるが、これは、離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする、
空気流を3段階変更することで、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことで、これにより、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待され、さらに、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上して、エンジンの熱管理が容易になる。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、推力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流し、推力を得るとともに、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みだ。また、2019年6月に開催された、パリ国際航空ショーにおいて、XF9-1 エンジンでは、推力変更ノズルの装着を想定して開発中であることが公表されている。XF9-1 においては、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性の確保などを目的に、推力変更ノズルに関する研究が実施された。この推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンにおいて、飛行中に、噴流の向きを変えて、推力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置であり、垂直離着陸が可能な VTOL 機には必須の装置で、古くはハリアー戦闘機に装着されていて、現在ではアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストーブル機である F-35B、ライトニングに、使われており、この装置の装着が実現すれば、次期戦闘機において F-35 のように、通常離陸型だけでなくストーブル機も開発される可能性を秘めている。ここまでにおいて、RR の FCAS-TI は未完だが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがある。この両社の協力により、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に勝るとも劣らないエンジンの登場が期待されている。出雲、片護衛艦の、出雲、と、加賀、の航空母艦化が進んでいますね。1回目の改修工事が終わった、出雲、より、先に、加賀、の外観が、急展開を見せているようです。滑走路が短いだけじゃなく、艦首が台形だと、危険らしいんです。今回は、出雲、と、加賀、の改修の様子を見てみましょう。運用開始はまだ先のようですね。2023年度の防衛費が過去最大の6兆8219億円となりました。このうち海上自衛隊の最大の艦艇であるヘリコプターを搭載できる出雲片護衛艦の1番艦、出雲と2番艦、加賀に F-35B を艦載機とする軽空母化の改修費用52億円が含まれています。現在、出雲、片護衛艦の1番艦、出雲と2番艦、加賀の改修は段階的に進められており、5年に一度実施される大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回に分けて、改修工事が予定されています。そこで、
短距離離陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには、着陸する際、下方へ噴出する1000度以上の高熱になるエンジンの排気熱に対する甲板の耐熱処理や監視を現在の体系から四角くする等の改修工事が必要になります。まず、海上自衛隊の横須賀基地を母港とする出雲が2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場にて F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事が行われ、2021年6月末に1回目の工事を終え、現在通常の任務を行っています。そもそも出雲型には設計当初から後に F-35B を搭載することを想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるように、飛行甲板の特定の場所、つまり F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用のスポットに、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備の設置が行われ、インフラ設備が整えられました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで、黄色いセンターライン、つまり標識線、トムラインが引かれ、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、これは、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同様のものです。2021年10月5日に行われた、アメリカ海兵隊の F-35B を使用した、出雲の発着艦試験でも、パイロットは、この標識線、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。この時、これまで、ヘリコプターによる、回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて、固定翼機による、発着艦試験を成功させたことは、歴史的な出来事でした。飛行甲板の黄色いセンターライン、標識線、トムラインと、並行して、交互に、赤と白のセーフパーキングラインが引かれていて、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に、環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンだとする目印である。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物に干渉しないということですね。それと、黄色いセンターラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安となっています。甲板に機体が着陸する時の数や目も設置されています。今回の改修工事では、外観上の形状の変化はありませんでしたが、F-35B を安全に運用するために、現在、飛行甲板の先端部は台形ですが、今後、艦首部分を四角形に拡張し、滑走路を長く、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B は、ストーブル、短距離離陸、垂直離陸機とはいえ、発艦する際は、やはり、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。そこで、次回の2024年度末から始まる、出雲の第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするための、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みである。一方、2番艦の、加賀は、2022年3月より、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所において、軽空母化の1回目の改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板の強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく、台形の艦首だと、このまま航行していると、細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B が短距離発艦時に危険なため、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする、拡幅工事が実施されています。
F-35B を安全に運用できるよう、少しでも滑走路は長く、乱気流による危険を防ぐため、艦首部分に、甲板を横に付け足し、四角形に改良されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年度に実施される予定です。加賀は、2回目の改修に向け、まず、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を、悪天候の下でも、GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦を、あらゆる天候や海面の状況でも、自動的に着艦を誘導するシステムである。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦に配備しており、イギリスやイタリアの航空母艦にも提供されています。これを、出雲と加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機だと知られていますが、システム的には垂直離陸も可能だと言われており、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量からすれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適だと考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦から F-35B を運用するために、艦首部分が四角形になっており、今回の出雲型の改修は、アメリカ海軍と同じ型にすることで、相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは、F-35B を艦載機とする航空母艦であることから、スキージャンプ式の滑走路を備えることが F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では F-35B 戦闘機を搭載したとしてもヘリコプターの運用を重視しており、対潜ヘリコプター空母として運用するために船体前方下部には対潜戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここにスキージャンプ式の発艦装置を設置すれば、艦艇のバランスが悪くなることが心配ですね。最悪の場合には、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け艦が転覆してしまう危険性も考えられます。日本政府は、F-35 ライトニング 2B を艦載機として常時の運用はしないと明言しており、従来通り対潜ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、こういったことから、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないようです。まだ、伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では、F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されています。一方の加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられます。また、2023年度の防衛費の中には、
艦載機となる F-35B を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では F-35B を総数で42機の導入を予定しています。最初に F-35B が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新田原、ニュータ原基地に配備され、必要に応じて航空母艦化された出雲、型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由としては、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に、加賀、が配備されていることから、連携を深めることが可能な位置だとして配備されることとなったようです。現状の計画通りに進め、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は4年以上先のことになりそうですね。その頃には現行の大隅型輸送艦の代替艦の建造も準備が進んでいると思われますので、その仕様や進捗状況も気になります。出雲と加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、それらを代替運用する可能性も考えられます。もしそうなった場合、日本国憲法の解釈から、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることから、これまで航空母艦の保有を見合わせてきました。しかし、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解も正直なところ複雑である。今後、慎重に議論が重ねられ、基本の安全保障環境が守られることを願うのみですね。日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP がついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社となり、今回は日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について詳しく見ていきますね。なかなか日本国内で戦闘機エンジン開発が加速できないわけにも迫っています。2022年も末を迎えようとしていた12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP、グローバルコンバットエアプログラムと、名付けて共同開発で行うことを正式発表した。すでに前年2021年の末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社とが新たな戦闘機の機関部の実証事業を行うこと、また2022年2月には新たな戦闘機用のレーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していた。そのため今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表であったと言ってよいだろう。イギリスとの日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感があり、それまでの
やはり、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必須との見方に、区切りをつけるものとなった。太平洋戦争の敗戦によって、日本は、アメリカをはじめとする、連合国の管理下に置かれ、その施策の中で、軍備につながる産業分野を抑制されたこともあり、航空機開発も、無論、その中に組み込まれ、その開発技術も、大きく後退した。そのため、今回の新たな戦闘機開発の目的である、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は、言うに及ばず、その大元の F2 戦闘機の開発の際にも、準国産化を推す声もあったが、それを行い得る機関部の製造は、技術的に困難だった。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期は、まだまだ、日本経済が、アメリカに対しても、優位性を示していたこともあり、政治的にも、そうした貿易上の不均衡を是正する意味でも、アメリカ製の戦闘機をベースとすることが求められた経緯がある。ここで用いられたのが、F-16 ファイティングファルコンであり、F-2 戦闘機の開発では、各部に、かなり大掛かりな変更を加えたため、もはや、別の機体とすら言えるほどに、変化はしており、日本に、必須の対艦攻撃能力が強化された。しかし、完成した F-2 戦闘機を、その後の状況の変化に合わせて、日本側の判断で、自由に、仕様の変更を行うことはできず、コアな機体の制御部分の情報は、日本に開示されることはなく、その意味で臥薪嘗胆を強いられたと言えよう。こうした F-2 戦闘機の反省を踏まえ、その代替機の開発計画に際して、日本では、自国が主導することを前提として掲げ、三菱重工業者を主幹の契約企業として、その配下に、各国内企業を紐づける、開発体系の構築を進めていった。アメリカのロッキード・マーチン社には、技術支援先としての関与を希望してたものの、これまでのようなブラックボックスを抱える事態は回避しようとの姿勢が強く、どこで日本とアメリカとが折り合うのかにも注目が集まっていた。しかし、今回は結果として日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等よりもよりフラットで対等な関係での開発に、各方面から期待が寄せられている。そして、今回の日本における GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業者、機関部を、IHI 社、レーダーセンサ類の電子機器等を三菱電機が担う体制を敷いている。これが、イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサ類の電子機器等を、レオナルド・ユーケー社が担当することが明かされており、テンペスト計画そのままではある。もともと、こうした今の、日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが確定する前には、F2 戦闘機の代替機には、IHI 社が製造する国産の機関部の統合を目指すことが有力視されていた。これは、IHI 社が、現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称、新進と呼称されていた、実証実験機用に開発した、XF-51 エンジンや、それをベースに、開発を進めた XF-9 エンジンが、すでに、2018年に試作機1機とはいえ、納入が行われたことが大きい。そこで製造された XF-9 エンジンは、地上における動作確認とはいえ、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示した。この XF-9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、
2010年から開始されたもので、新たな戦闘機に搭載することを前提として進められ、当初の基本となるコンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンであった。これは、この XF9 エンジンを搭載する戦闘機に対し、その本体のステルス性能を極限まで高めるために、スリム化を推し進め、それによって同時に搭載する、燃料や兵装の収納スペースを拡大することを、大きな目的としていた。また、XF9 エンジンが掲げた大出力は、言うまでもなく搭載する、機体の戦闘機としての高機動性を確保するための必須の条件であり、近年は、戦闘機同士の空対空戦闘は、減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃の回避にも必要な要素である。こうして掲げたスリム化、防衛努力という目標に対して、一定の数値的な達成を見せていた、XF9 エンジンではあるが、試作機として、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではなく、すぐの実用化には直結しないとも言える。それでも、悲願の国産の戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことは間違いなく、新たな戦闘機への搭載にも、期待が持たれていたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化するのかが注目される。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における、機関部の開発でも難航していると伝えられていたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で、多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた、実績とノウハウを有している。個人的には、ロールス・ロイス社が持つ技術力は、少なくとも、IHI 社の XF9 エンジンよりも、これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられ、やはり、開発の主導権を握ると思える。ここまで開発を行ってきた、IHI 社の XF9 エンジンではあるが、そうした発電や冷却といった機能では、譲る部分もあることから、今までの積み重ねを生かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したい。IHI 社は、現在の社名となったのは2007年からだが、そってまでは、石川島播磨重工業社として、日本の重工業を支える一角として、江戸末期からの歴史を持ち、航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇る。今の航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機が搭載する、ゼネラルエレクトリック社社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンも、IHI 社がライセンス生産したものが、使用されている。IHI 社が開発し、実用化、量産化が行われている、エンジンとしては、海上自衛隊が、2013年から運用を開始した P1 哨戒機に搭載された F7 エンジンがあり、これは、ターボファン形式の高バイパス比エンジンとして、民生品にも応用が模索されている。ちなみに、海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、型や、最新鋭のイージス護衛艦である、マヤ型等の建造を手掛けている。ジャパンマリンユナイテッド社は、元は、IHI 社の造船部門から派生した企業である。海上自衛隊護衛艦加賀の改修工事が終盤を迎える中、F-35B 戦闘機の運用が本格的に始まる。F-35B 戦闘機の配備先は、
ニュータバル基地と決定。今回は、護衛艦出雲、加賀での F-35B 戦闘機の運用を詳しく見ていきますね。F-35B 戦闘機が、今更必要と疑問視される中、日本の無人機導入も進みつつある。今後次世代戦闘機が必要になるのかもわからない状況へ向かっている。世界の兵器が今一変している状況だよね。2022年11月現在、海上自衛隊では保有艦艇の中で最大の規模を誇る出雲、型ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、加賀の2隻に対し、これに固定翼の艦載機を搭載し、運用するための改修が段階的に進められている。ここでは、いわゆる第5世代戦闘機のロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2の中で、短距離離陸と垂直着陸が、可能な能力を与えられた B 型を艦載機とする方向で準備が行われており、戦後初の航空母艦保有が期とされている。日本では F-35 ライトニング2については、航空自衛隊が通常滑走路使用の A 型を105機、前述の B 型を42機調達する合計で147機分の予算化がすでに確定しており、今のところ、本国アメリカに次ぐ世界で2番目に多い同期調達数となっている。そもそも、本国たるアメリカを除けば、各種の F-35 ライトニング2の全てを対象にした場合でも、その合計の調達予定数が100機を超えている国は、日本とイギリスくらいしかなく、次に多いオーストラリアでも72機に止まっている。日本と違って、イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦の2隻、1番艦にして、ネームシップのクイーン・エリザベスと2番艦のプリンス・オブ・ウェールズの艦載機として B 型のみが調達されている。イギリスは2015年前後には F-35 ライトニングに B 型の調達予定数を最大で138機ほどを計画に掲げていたが、近年では高価な動機の調達にブレーキがかけられ、大幅減の48機で終了する可能性すら、現実味を帯びてきている。こうした、イギリスのような、当初の計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては、程度の差こそあれ似たような状況であり、今後、ヨーロッパで従来のような形の戦争が生起する可能性は、限りなく低いとの判断があった。そのため、イギリスを含む多数のヨーロッパの西側諸国においては、ロシアを最大の仮想敵国とする方針は変わらないものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲といった兵器の数を削減する傾向が顕著だった。しかし、ご存知のように、この2022年2月には、ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったため、地理的にも、ロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、特に、陸上戦力について、大幅な増強を開始した国も出始めた。こうしたロシア・ウクライナ戦争の世紀という、非常事態の発生を受けて、ドイツやイギリスなどの政権も、軍事費の増額を政策として打ち出してはいるが、イギリスが、F-35 ライトニング 2B 型のサイドの調達に動くかは、見えていない。それでも、イギリス海軍のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、万一の事態に備えて、北欧方面の北海に展開していることも報じられるなど、同艦が就役するまで、一時は、保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつある。航空母艦のクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、イギリス海軍の所属であるが、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型は、イギリス空軍の所属であり、さらに、同艦は、アメリカ海兵隊の飛行隊をも収容している。これは、
イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーン・エリザベスらの空母打撃群に必要とされるキャパシティに余裕があるためと、今後の同盟国としての連携を深める側面があるのだろう。また、同じく、アメリカの保有する強襲揚陸艦でも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているが、こちらも、艦艇は海軍、艦載機は、海兵隊と所属する組織は別であり、同機の性質を物語るものとなっている。これら、イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同じような手法が日本でも行われる予定で、出雲、片護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊の所属での準備が進められている。こうした運用体制について海上自衛隊側は、これまでは敵の潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたことと、航空自衛隊の対艦攻撃を主眼に置く想定とが相入れないのではないかと、その連携の危うさを指摘する声もなくはない。またアメリカ軍であれば、ワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に対し、艦載機としては戦闘機の F-35 ライトニング 2B 型を用いることに止まらず、輸送機としては多数の MV-22 オスプレイを運用する体制が敷かれている。 MV-22 オスプレイはアメリカ海兵隊用のティルトローター機として、ストにその名を知られている機体だが、胴体が従来から運用していた回転翼機で、中型の CH-46C ナイトと比べれば圧倒的な効率を発揮することでも知られている。実に MV-22 オスプレイは従来の CH-46C ナイトに比して、移動速度においておよそ倍、作戦行動半径でおよそ4倍、兵員の搭載量でおよそ倍、貨物の積載量でおよそ3倍に相当すると言われており、飛躍的に作戦の幅を広げている。この MV-22 オスプレイの運用があればこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦は迅速で強固な補給体制を構築できていると言って過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮することが可能とめされている。翻って日本の場合は、出雲、片護衛艦に改修を施して航空母艦化したとしても、航空自衛隊はこうしたオスプレイのような機体は保有しておらず、その物資や人員の大量輸送を直接担うことは事実上は困難と言わざるを得ない。日本の場合は、陸上自衛隊が V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で同機を9機保有している状態であり、今後も航空自衛隊が独自にこうした機体の調達を行う予定はないため、そことの連携も必要になってくるのだろう。その場合、出雲、片護衛艦等の艦艇は海上自衛隊 F-35 ライトニング 2B 型等の艦載の戦闘機は、航空自衛隊 V-22 オスプレイ等の輸送機は陸上自衛隊と、すべてその大元の所属が異なることとなり、指揮命令系統の一元化が求められる。こうした陸、海、空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を鑑みれば、その調整が困難なことは想像に難くないが、尖閣諸島等の南西諸島防衛という現実を考えた場合には、どうしてもその横断的な運用を実現する必要があるだろう。ただし、あくまで個人的な意見ではあるが、今、まさに、航空母艦化改修の渦中に、ある出雲、片護衛艦2隻と、その艦載機たる F-35 ライトニング 2B 型に対し、その運用に、あまりに、多くのものを求めすぎるのは酷ではないかとも感じている。
出雲、片越え艦は、2009年8月末に出された次年度2010年の防衛予算の概算要求において、建造が計画され、海上自衛隊としては、初めて、固定翼機の運用も、視野に入れつつ設計が行われた、いわば実験艦としての役割が大きい。2008年時点で、すでに出雲、片越え艦に関しては、海上自衛隊の内部では、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する能力を見据えていたとされるが、当時の時代背景を考慮すれば、政治的にも、日本が航空母艦を保有することはタブー視されていた。そのため、海上自衛隊が、独断で、こうした決定を下せるわけではないため、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を視野に入れ、その重量や大きさに、対処可能なエレベーター、飛行甲板の使用を盛り込んだ点は評価すべきだろう。出雲、片越え艦は、航空母艦化改修が終了したとしても、F-35 ライトニング 2B 他の艦内への収容は、10機プラスアルファとめされ、決して多くはないが、これも、固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えれば致し方ないと感じられる。